リカルド・ロドリゲス・デラ・ベガは、メキシコのレーシングドライバー。兄は同じクレーサーのペドロ。二人まとめて、ロドリゲス兄弟と称されることもある。才能は、兄以上と言われ、ルマン24時間レース F1 における、最年少デビュー、パルガ・フローレオ優勝など早くから実績を残したが、20歳の若さで自己死した。後には、兄のペドロも自己死しており、 国際的な活躍を見せたメキシコ人兄弟と言われるとともに、揃ってレース中に死亡した悲劇の兄弟としても語られる。早くから才能を見せ、10代前半より自転車、2輪に4輪と多くのカテゴリーでチャンピオンとなった。4輪に転校後、1957年に国際競技ライセンスを獲得し、兄と共に国際レースにデビュー。ルマン24時間レースには、 1959年に、ペドロ特美を初参戦。また、1960年には、アンドレ・ピレットとのコンビで2位に入っている。17歳での参戦、18歳での表彰台は、共に2008年現在最年少記録である。1961年、F1 イタリア GP において、フェラーリに誘われ、スポット参戦。チームメイトのうちリッチー・ギンザー、フィル・ヒル。 ジャンカルロ・バゲッティの前方、ポイントリーダーのボルフガング・フォントリップスからも0.1秒差の予選2位につけ、一躍注目を浴びた。また、決勝における19歳208日でのデビューは、当時の最年少記録である。翌1962年も、フェラーリから5レースに参戦、第3戦ベルギー GP では4位に入賞。2戦欠場後の、 第6戦ドイツ GP でも6位に入賞している。若くしての活躍からこの年のメキシコ最優秀スポーツ選手にも選ばれていた。自己志向の年の11月、ノンタイトル戦ながら地元で初のメキシコ GP が開催された。しかしフェラーリはこのレースに参戦せず、リカルドは代わりにロブウォーカーからロータスのマシンで出走することとなった。だが、プラクティス中に、 最終コーナーでクラッシュを起こし、リカルドはマシンから投げ出され即死した。20歳の早い死を受け、サーキットは、リカルド・ロドリゲス・サーキットと命名された。この前年にも出走する予定だったが、16歳だったため、若すぎるとして出走できなかった。ありがとうございます。